普段のドライバーさんもそうなんですけど、新人ドライバーさんに対して心がけを意識してまして、やっぱりその新人教育っていうところに力を入れています。新人さんが入ってきたら自分が一緒に乗っていく、で1日終わったら振り返りシートっていうものを活用してまして、どこどこが良かったね、どこどこが悪かったね、次はここをこうしていこうかみたいなところを積極的にやっているので、不安なく独り立ちできるように努めてます。風通しの良さを大事にしていますので、意見の言いやすい環境を整えておりますので、皆様の応募お待ちしております。ビンガース3つに分かれてまして、ライフスタイルに合わせて働けるところがとても強いかなと思います。例えばがっつり仕事を集中してやりたい、でもここは休みたい、連休取りたいっていうのを伝えればしっかり休み取らせていただけるので、すごい働きやすい環境だと思いました。ぜひ若手の力でこの運送業界を盛り上げていきたいので、若手の方ぜひうちで一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。先輩の方々は私の仕事ぶり見ていてくださってですね、よく声かけをしていただいたのをね、非常に鮮明に覚えてるんですけども、私の失敗とかそれしそうなタイミングで、それはちょっとこうやった方がいいよとかいうことを非常にいろんな先輩方に声かけしていただいたので、基本的には一人なんですよこの仕事っていうのは。その中でも先輩方っていうのは非常に気にかけてくださっていて、会社全体として失敗なく業務を運営していくということに関しては意識が非常に高いのかなというふうに思います。経験の有無とか不安はあるかもしれないですけども、ぜひちょっとでも興味のある方には思い切って飛び込んできてほしいなというふうに思います。はい、主に食品の配送でですね、9割5分ぐらいの食品を配送してます。センターからセンターへの移動もあり、センターから店舗への移動もあり、ですから逆に情勢に左右されず仕事は常にあるといったところなので、安定はしていると思います。弊社の営業所は3営業所になります。本社と西東京と座間になります。エネルギッシュな方を、ね、お待ちしております。どうしても、ね、会社を大きくしたいという私の野望がありますので、一緒に力を貸していただけたらありがたいです。ぜひよろしくお願いします。ドライバー求人サイトのドライバー。